こんにちは、ラグゼの小松です。寝癖ではないちょいぼさをちょっとイメージしてパーマをかけたいと思います。指1本分のグラデーションを入れていきます。トップのみ、独立したレイヤーを入れていきます。でポイントは、3つありまして、まずは特に気をつけたい、つむじ周りは毛流れが強くなっているので、ちょっと内側をパーマを巻く時のデザインで、毛流れと、髪質をと骨格のバランスっていうの、バランスローションというヘアトリートメントなんですけど、でこの時も基本的に巻き方としてはちょっと15ミリのロッドを少し入れることによって、髪の毛の中のコルテックスを移動させていきます。今20分経った状態で、今中間水栓をし終わりまして、また、スチーマー、これがリラックスタイムですね。グロムさんの方が自分のイメージとは少しちょっと強めに、少し水分を含んでいる状態から、こちらのアリミノさんから出てる今日のヘアスタイルのデザインとして、フロントセクションに一番ポイントを置いているので、こちらのミルボンさんから出てる、ニゼルのジェリーで、パーマの時に注意していただきたいのは、こめかみからこの鉢の部分をちょっと前に向かってこう潰してあげる、このサイドとトップとのバランスで取れるので、皆さんもぜひ、参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。